島県いわき市南部の小名浜港のある地域は温暖な気候で観光資源も豊かなので東北の湘南と言われています。この動画では小名浜第一、第二埠頭にあるアクアマリンパークを赤外写真で訪れます。アクアマリンパークは小名浜港の第一埠頭と第二埠頭一帯の浸水エリアのことで、ここにはいろいろな海の観光施設があります。アクアマリンパークの中心は水族館のアクアマリン福島といわき市観光物産センターのいわきララミューです。東日本大震災の被害を受けたアクアマリンパークは、この動画の赤外線写真を撮った2018年には完全に復旧していましたが、訪れる人の数は今もまだ元には戻っていないそうです。アクアマリン福島は第二埠頭にありますが、ここからは第三埠頭と人工島を結ぶ新しい小名浜マリンブリッジが見えています。アクアマリン福島には中心である水族館の他にもいろいろと楽しめる施設があります。入口を入るとワクワク里山、縄文の里があります。ここでは人と自然のバランスが取れた縄文の里を再現して、人間と自然の調和を主題にした展示をしています。草原の中に池が見えてきました。アクアマリン福島は海の中に立っている水族館ですが、周りには草木も生えた自然の中の空間です。縄文の里にはカワウソの淵があって、ユーラシアンカワウソが見られます。このカワウソは世界に13種いるカワウソの一種で、日本カワウソに近い種です。水辺の環境の悪化などに伴って、ほとんどのカワウソは絶滅の危機に立っています。日本カワウソは残念ながら2012年に絶滅種に指定されました。水族館のメインの建物の外でも魚の泳ぐ様子が見られる水槽があります。アクアマリン福島の正式名称は環境水族館の福島海洋科学館で、観光施設であるだけでなく教育施設、環境事業施設としての特徴も謳っています。特に福島県の沖は黒潮と親潮のぶつかり合う潮目の海で、ここは自然豊かな海辺であって、水族館自体が単なる観光施設ではなく環境を考える施設であることを目指しています。トドが現れました。この水族館の人気者です。ダンクルオステウスという巨大な古代魚の復元模型が天井からぶら下がっています。強い顎で他の魚を襲う凶暴な魚で、これはその魚を出没物大の模型です。いわきの海には捕鯨文化が根付いていて、これに関する美術的な資料もたくさんあるそうです。これはいわき七浜捕鯨コーナーに展示してある全長9メートルのミンククジラの骨格標本です。ところで四本着色いわき七浜捕鯨絵巻には江戸時代のいわき七浜で繰り広げられた古式捕鯨が描かれています。この絵巻は江戸時代にいわき平藩を治めていた内藤家から1994年にいわき市に寄贈されました。それまでは古式捕鯨の復元は阿波の国、千葉県であったそうですが、今ではいわきの国、福島県が復記念として認められているようです。捕鯨コーナーには捕鯨に使われた極彩色の瀬古舟の模型が展示されています。マッコウクジラの歯の展示物がありました。マッコウクジラはハクジラの一種なので歯があります。ところでアメリカで捕鯨が盛んだった頃、捕鯨船の乗組員が航海中の暇な時間にマッコウクジラの歯などを使って作った彫刻品をスクリームショーといって、捕鯨をしなくなった後でも捕鯨とは関係なく工芸品として売られていたり、掘ることを趣味として楽しまれてきているようです。
半世紀ほど前に初めてアメリカに出張した時、建築家のビットマンさんの家に2ヶ月ほど滞在させていただきましたが、ビットマンさんの趣味の一つがスクリーム塩掘りでした。お別れの時にビットマンさんの掘ったスクリーム塩をいただき、今まで大事にしてきました。これがそのスクリーム塩です。海の底の様子です。7月から8月にかけてはアクアマリンでは七夕祭りの季節で、水族館内にはいろいろな飾りが飾られていました。アクアマリン福島は小名浜港の第二埠頭にありますから、水族館の建物の中からも周りに広がる海が目に入ります。アクアマリン福島を出て、いわきララビューの方へと向かいます。ここは埠頭ですから、近くの水上には船の行き来する様子が見られます。振り返ると、今出てきた全面ガラスに覆われた巨大な水族館の姿が目に入ります。左の方に目をやれば、いわき市観光物産センターのいわきララミューです。中には物産センターのお店が並んでいますが、それではカモンたちが一斉にセンターの屋根に向かって飛んでいきました。カモンたちは全員いわきララミューの屋根に泊まったようです。しばらくすると、夕日に染まる空に向かってカモメたちは再び飛び去っていきました。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは、目に見えない光である赤外線や紫外線で撮る写真、ピンホール写真やゾーンプレート写真のようにレンズを使わず撮る写真についていろいろとご覧いただいています。今後もどうぞよろしくお願いいたします。